スポーツアイガーをお送りするワールドサッカー、この時間はブラジル全国選手権95コリンチャンスとフラメンゴのゲームをお送りします。解説はおなじみサッカーマガジンブラジルサッカーのコーナーでおなじみの向笠忠さんです。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。 A グループのスタッツをご覧いただいています。パルメイラスが現在ここまで首位、パラナ、ボタフォンがと続いていますが、今日対戦する両チーム、ここでやっと出てまいります。フラメンゴ、コリンチャンス、全く誰もが予想しなかった成績でここまでスタートしております。これが1次リーグ前期 A グループのゲームになります。一方 B グループの方ですが、フルミネンセが快調です。リオ選手権を制しただけのそのままの勢いを持ち続けているというそんな感じですね。そうですね、はい、そしてこちらはあともう1チーム、インテルナショナル、はい、名門の復活と。そうですね、いうところが、グループ B の方の話題であります。今日お送りするこのゲーム、コリンチャンス イ・フラメンゴ1次リーグ前期 A グループのゲームです。95年9月9日土曜日16時キックオフです。会場はパウロ・マッシャード・ジ・カルバーリョ。こういうふうに言いますとちょっと馴染みがありませんね。どこのスタジアムでしょうねという感じしますよね、はい。パカエンブスタジアムの正式名のことをこういうふうに言うわけですね、はい。今画面に映っております赤と黒を基調としたユニフォームがフラメンゴ。今期のフラメンゴは、大幅な補強しましたね。そうですよね、800万ドルですか、はい、なんか使ってるみたいですけどもね、ゲームの中でじっくりとね、はい、伺いたいと思います。さて試合前に黙祷が行われていました。フラメンゴのキックオフでファーストハーフが始まっています。今日のレフェリーはマルシオ・レゼンチ・ジ・フレイタスという方なんですけども、はい、この方は、ブラジルサッカーにおいて、非常にこうある意味で有名な、そうですね、期待されてる出身ですよね、はい。94年の全国選手権ではベスト、ロッドボレーのシュートでした。スタメンのファビーニョです。今ファビーニョなんですけど73日ぶりの復帰ですよね。そうですか、はい、じゃあ詳しく伺いたいと思います。それではスターティングイレブンです。コリンチャンス、ご覧の通りのスターティングイレブンを組んでいます。先はこのエリベルトンがですね、非常にいい働きをしているコリンチャンスですね、はい、そうです。その代わりにソーザが出られないと、その辺がちょっとコリンチャンスのサポーターにとっては痛しかゆしというか、そうですよね、成長著しい同じ左のラインのシュビーニョですね、はいはい。白いユニフォームを着ているのがコリンチャンスです。続いてフラメンゴです。こちらの方は非常に贅沢な前線であります。サービオ、エジムンド、そしてロマーリオですね。夢のアタックと言われてますけどもね、はい、はい、しかしここまで結果は出ません。そうですね、はい、ここまで4試合で3ゴールと。でこの2試合続けて負けてますから、はい、この試合ですね、エジーニョ監督の首がかかってますね。もう身体問題がかかっているという、はい、そういったゲームなわけです。コリンチャンスがここまで0勝1分け4敗、勝ちがありません。どうしたんでしょうね。どうしたんでしょう、はい。サンパウロ州選手権をですね、はい、要するに制したチームと、そうなんですけど、リオ選手権を制したチームのこれ対戦ということなんですが、リオはフラメンゴじゃない、失礼、準優勝でしたね、はい、フルミネンセでしたね、はい。前のボタフォーゴ戦でもちょっと話したんですけどね、休みがなくてちょっと準備ができなかったと、はい、そのまま引きずっちゃったっていうのがありますよね、はい。コリンチャンスを率いるのがエドアルダ・アモリン、そしてフラメンゴ、先ほどお話してたエジーニョ、ジーニもすでにもうフラメンゴの監督としてはこのシーズン2人目。そうですね、はい、バンデル・ルッシェンブルグが7月の13日にクビになって、ジーニョ監督が監督の座に就いたのは7月の18日ですからね、はい、で早くももうクビかっていうそういう噂が出てますからね、パルメイラスでね優勝したルッシェンブルグを招いて、はい、でロマーリオとうまくいってくれたらいいなと思った会長の目論見はもろくも崩れたという、誰も思ってませんでしたからね。そうですよね、はい、ね、それだけ、ロマーリオのなんていうんですか、ちょっとわがままぶりがちょっとひどすぎましたよね、はい、でちょっと日本に来て、サビをなるっと殴らない、レイソル戦ですね、はい、それが非常にサポーターを刺激しましてね、ロマリアもういらないみたいな、ね、話もちょっと出てるんですよ。あれだけの圧倒的な、ね、はい、支持で迎えられたロマリオなんですけれども、はい、結果を出してないですからね、とエジムンド、エスレ、エリベウトン、
突破力、二人がかりで潰しに来たルーズボールを拾ってシュートまで持っていくか、セルジーニョ、もう一度エリベウト、セルジーニョ、セルジーニョもちょっとファビアーノ、はい、最初に点は取ったんですよね、立ち上がり。ただその後からちょっと点が取れなくなって、はい、ちょっとプレッシャーに負けてますよね今。そうですか。ーーの、はい、コリンチャンスの9番ビオーラの後として期待されているわけですからね。そうですね、はい、ビオーラも元気なんでしょうかね。なんか帰ってくるとか帰ってこないとかね、はい、帰ってきてもサンパウロとかいろんな噂がありますけれども、まだ今のところあれですよね、まだ残るみたいな感じですけど、ね、バレンシアに残るんですか、はい、あ、そうですか。画面に映っていたのがサービオです。この選手です。今日はコリンチャンはですね、アンドレ・サントスがロマーリオをマークして、はい、スービーニョがエジムンド、でエジケウがサービオのマンマークみたいな感じでつくみたいですよね。そうですね、はい、果たしてそれがうまくいくかどうかっていうところがやはりポイントだと思います、ね、うん、そうですね、はい、今日はそれとオープニングでも少し紹介しましたが、この審判の、はい、マルシオ審判ですね、はい、その裁き方にもちょっと注目したいです ね、 そうですね。左サイドフリーになっています。コリンチャンスミドルシュートレンジ、ペナルティーの中でキープしています。フリーになっている、ボレーシュートは失敗。マルセリーニョ・カリオカ、いやフリーでしたかね。そうですね、ちょっとオフサイドだったかなっていう感じもしないでもないですけどね、はいはい、今日は選手は喪章をつけてプレーをしております。95年のブラジル全国選手権です。まだ勝利を挙げていないコリンチャンスのホームゲーム、パカエンブースタジアムです。フラメンゴもしかし1勝を挙げているとはいえ1勝1分け2敗ですからね。この2敗がですね、続けて負けてるんですよ、はい、続けて負けちゃうとちょっとまずいですよね。そうですね、はい、エリベウトンいいっすね。そうですね、そしてゼリエスからもう一度エリベウトン、ポストプレーと後ろからのチェックです。ファビアーノ、フリーキックでリスタートです。白いユニフォームコリンチャンス、ここはどうでしょう、単純に放り込んでくるでしょうかね。そうですね、はい、ちょっと遠いですよね、はい、直接狙うようなシュートでした。もう一度中に入れます。これまたカメラ中に入れます。ワンタッチ、あ、右足のアウトサイドで引っ掛けてラストパスという感じだったんですが、エズキエウ、あとコリンチャンは今日セイリオスユーバーエンディーキといったところが出てないんですよね。あ、センターバックまるっきり違いますね。そうです、ピンガーとアンドレサントスですね、はい、セイリオスユーバーはちょっとまだ契約が公開できなかったのと、契約なんですかこの時期に、はい、それからエンディーキは内転筋をちょっと痛めててちょっと出られないんですよね。この辺がちょっと心配っていや心配ですよね。なるほど、それで今日キャプテンマークはどうやらロナウドがつけてる様子ですかね。いや、そうですか。まあ、そこを確認しましょう、はい、で一方のフラメンゴの方はどうやらロマーリオがつけているようにさっき見えましたね、そうですね、サービオです。ポジショニングチェンジ、今度は右から開いていきます。中を2度3度とルックアップ、ボールコントロール、ここからどうするでしょうか。内に入れます。カットしたコリンチャンス、右のビットールです。最近はビットルがあの右をもうずっと担当しているというそんな感じですね。そうですね、この選手です。石鹸2番、アンドレ・サントスも大変ですよね。ボランチやらされたり、いろんなポジションね、はい、中盤でマルセリーのカリオカが組み立てて、そして左のエリベートンです。スーッとシービーにはオーバーラップ、このパスは失敗です。アンドレ・サントスも今日はセンターバックやってますけど、しばらく右のサイドやってましたからね。やってましたね。その辺でちょっとその辺の心配もありますよね、はい、まあ、しかしこのアンドレ・サントスという選手、後ほど画面に映ったら詳しく紹介したいんですが、あのブラジルの代表の
中心になれるタイプの選手ではありますよね。そうですよね、こういうタイプっていうか、こうユーティリティの高い選手がこれからは求められるでしょうから。そうですよね、はい、まあ、ジェイ・リアスとのコンビも期待したいですけどね。中央をもし守備するのであれば、左のサイドバックはリーラです、フラメンゴ。浮かせて中央、デシャイユ。これはロマーリオです。ロマーリオまだほとんどタッチしてないんじゃないでしょうか。試合よくありますよね。で、一発のタッチで決めちゃうとかね。そういうタイプでもありますけどもね。はい、さて、エジムンドが蹴るんでしょうか。Hay tiro libre peligroso a favor de Flamengo. Ronaldo bajo los tres subs de Corinthians acomoda. ヘディングでクリアです。コリンチャンス。ルーズボールを追いかけます。エリベルトン。Va a salir otra vez. 倒されたセルジーニョ。Le vuelven a cometer una falta.ジェリアスのキックでリスタート、サイドをチェンジします。右のビットール。コリンチャンスはしかしあのホームゲームなんですが、あんまり無理はしてないようですね。ここまでの攻撃は、ね、やはり相手のそのアタック感知に何人もの陣容を割いてしまっていますから、はい、効率よく攻めないと。そうですね、そこで、シュート枠の中には行ってました。マルセリーニョ・カリオカ、中盤しっかり守っといてっていう気持ちですよね、はい、左足でしたね。難しいですよね、はい、中盤のマルシオ・コスタ、フラメンゴのあの数少ない中盤と言っていいんじゃないでしょうか。ちょっとそうですよね、サービオもどっちかというと、まあ、前線ですよね、はい、もう近代サッカーにおいてはですね、そのシステムについて語ることは意味があるのかないのかということは取り沙汰されているんですが、はい、フラメンゴあえて言えば、中盤2人ぐらいっていう感じなんでしょうかね。そう、まあ、ディジャイールもメイヤーですが、スタートの時点では 4-4-2 ぐらいなんでしょうけどね、はい、442が424になってしまって、まあそれは試合の中で当然動くわけですからね、はい、エジムンドです。エジムンドも最近いろいろと面白い話題がありましたね。そうですよね、なんかちょっかい出したらボコボコにやられちゃったとかねワンパンチでノックアウトってのありましたね、アニマルエジムンド。最近フラメンゴのファンからも、あの役員からも嫌われて、マルセリーニョ・カリオカ、やっぱり問題児どうしようもないらしいですからね。そうですか、はい、いいもの持ってるんですけどね、芸術家タイプっていうんですかね、よく言えばね、まあ、よく言えばですよね、はい、コインチャスいい形です。右のスペース、ビットールセンタリングの機会を伺います。ファーサイドに入れます。おっと、待っていた選手が倒されてしまいました。コリンチャンス、セルヒーニョが queda parado cuando el balón va por encima de él.Buscando el balón, simplemente lo derriba, y eso es lo que estábamos hablando la semana pasada. Serginho, todavía no aprende a defenderse en el espacio. Son las entidades que son la pelota nuevamente controlada. Serginho que pedió una falta, Edmundo se quedó pidiendo. Se queda parado. Ahora él es un hombre de mucha experiencia. Ezequiel, Marcelinho Carioca.右にはビットールです。あ、中に入れました。うんと、ハンドは？ハンドを取ります。はい。最後、リーラが弾き落とした形になりました。縦のパスはカットされました。インターセプト、フラメンゴ。左のスペースを使います。サービオが。いいマークでした。アンドレ・サントス。アンドレ・サントスとサービオはこれからあのいろんな代表でチームメイトになっていくんでしょうね、きっとね。そうですね、まあ、サービオの方が、まあ、オリンピック代表間違いないでしょうけどね、はい、まあ、アンドレ・サントスまだ無名ですが、もう今からぜひチェックしておいてほしい選手ですよね。そうですね、はい、リーラが中に入れます。
デジャイール、中にいるとロマリオ、そう、お見合いは危ない。ボールは中段に落ちます。50ボール、コリンチャンス、ワンタッチ、前方に押し出しますが、これはまたカット、ロナウドン、久しぶり、エスパルスにいました。今もロナウドンっていうキックでしたね。そうでしたね。まあ、あの代表に、ね、呼ばれて、決勝のアンゴールを挙げたような活躍もありましたからね、はい、ヘディングシュートでしたけれども、ストッパータイプのロナウドンがいるんですが、その他フラメンゴ守りの方は心配ですね、やっぱりね、うん、さあまたじわじわと切り込んでいくがスイッチプレーが失敗、スクリーンプレー結局自分で持ち込む形になりましたが相手ディフェンダーに読まれました。ゼッケン10番サービオ、フラメンゴはあれですよね、守ってないですよね。そうですよね、割合スペース与えてるし、楽にコリンちゃんがカウンターっていうか、はい、守備から攻撃スムーズに流れていきますからね。そうですね、はい、パブロ・セザールも大変ですね。セザールがね、ポルトゲーザから、ね、出されると思わなかったです、うん、ていうか彼はパス持ってるんですけれどもね、自分のパス持ってるんですか、はい、ポルトゲーザもいいチームだったんですけれどもね、本当にバラバラになっちゃいましたね、はい、va a ser un poco más tranquilos en ese aspecto pero eso no significa que los técnicos salgan de la mira no. さあ左のスペース、este encuentro podría ser crucial precisamente para cualquiera de los técnicos。フラメンゴボールです。フラメンゴはしかし移籍組が多いですね。スターティングメンバーの中に7人ですか？あ、7人、はい、エジムンドを入れて、はい、まあ、フラメンゴとしては何しろ創立100年記念ですから、なんとかタイトルを取りたいんですよね。なるほどね。ところがフルミネスにやられちゃって、はい、ほらこの大会がすごく大事なんですけどね、はい、ヒールで出しました。フリーです。しかしパスを出す相手が上がっていなかった。ワンタッチを置いて中に入れますがロナウドがキャッチ。いいセンタリングでしたがね。中にロマーリオが走っていましたから、デジャイルかなんか行ったんじゃないかと思うんですけどね。ちょっと遅かったかな。ピンガが倒れました。Cuando se comete una falta infracción a favor de Corinthians y hablando del director técnico del Flamengo, ese Diño es el mismo que ustedes recordarán que jugó en el mundial. さあ、エリベルトまた縦に出します。Es la segunda vez que sube. Offside は？ Offside です。Solo duró dos meses.このコリンチャンス、左からシービーニョ、エリベウトン、そして前のセルジーニョ、はい、このラインはいいようですね。そうですね、はい、ライナーのキックを蹴りましたフラメンゴ。インターセプトしたコリンチャンス、今度は右のスペースからビットール、サービオ、もう一度サービオ、ハーフウェイラインを越えました。スライディングタックルかわしたサービオ、オープンスペースです。サビを中に入れます。ディフェンダーにかかった胸でトラップ、うまく落としました。ゼリアス前方にフィード、タッチラインがありました。リーラー、ロナウド、リーラー。ロナウド、マルシオ・コスター。ターンしてデジャイール左のスペースに送ります。またサービオだ。ちょっとサービオのマーク少ないですか？ちょっとね、ここ2つほどフリーにさせてますよね。両チームともお互いに左のスペース使ってますね。エジキューが担当なんですけどもね。エジキューいないんですけどちょっと話しちゃったのかなと。ロナウドのロングキック、あの辺のマークの受け渡しがうまく、ね、いってないのかなっていう気がしますけどね。そうですね、3人か
完全にはつききれないと思うんですよね。そうですね、はい、最後ファビーニョ突っ込んでいきましたが、パウロセザール、パウロセザール非常にいいゴールキーパー、ゴレールですね。そうですね、ポルトゲーザがサンパウロ水泳選手権で大活躍した立役者の一人でした。そうですね、ポルトゲーザにまだあの左のサイドバックのゼロベルトがまだ残ってますからね、代表ね、はい、オリンピック代表、はい、いいんじゃないですかね、変わった選手ですよね、ドリブルなど独特でね、ボール持つと面白いですね。エジムンドが右のスペースは一人孤独です。韓国戦で非常に大活躍してザガール監督がもうかなり注目した選手ですよね。スローン揺れます。フラメンゴ両チームともまだ得点がありません。ロングレンジからでした。ディジャイルです。95年のブラジル全国選手権、コリンチャンスとフラメンゴのゲームをお送りしています。フラメンゴの応援団がいますね。いますね。コリンチャンス、ね、はい、サンパウロ州のパカエンブースタジアムなんですが、あの縦パス通ればというところだったんですけれども、右のサイドバックラテラウジレートのファビアーノです。これじゃあえてなんていうんですか、あのフラメンゴの守備の裏を狙おうという、そういうパスをなんかトライしてるみたいですよね。そうですね、はい、ただちょっと遅れちゃったりするとオフサイドになっちゃったり、ただそれを本当狙ってる、だからフラメンゴの守備が乱れるっていうのはなんか狙ってるみたいですね。そうですね、はい、小さなパスをつなぎます。エゼキューラストパス、シュートが打てるか、スライディングタックル持ち直した、もう一度かわしにかかります、あーっと引っかかったファビアーノ、エリレートン得意の形で持ち込んだんですが、最初のやつはすんごかったですけどね、今のリプレイです、エリレートン。この切り返し、さあ今度は右のスペースからフラメンゴセンタリング中に入れます。ボールは流れました。ロマーリオ、ロナウドが CBA に対してあれですよね、センタリング上げさせたんですんごい怒ってましたね。デスペジでロナルドをコントロールコリンティアンスアトラスケパレスドミナルトドエンセセクトルコリンティアンス。フラメンゴチャンスです。右に選手が余っています。中にロマーリオが走っていく。ロマーリオにあの気の利いたパスを出せる選手が今いませんね、フラメンゴ。さあまたエリベウトン突破を図ります。アギナウド、サービオがもうちょっと下がるか、自分の一つ一列下がるかね、はい、しないとちょっと無理だと思うんですよね。そうですね、スローインです。ディジャイル、シューバン、シューリーニョ、それからピンゴ、ルーズボールを狙います。ルーズボール、フラメンゴ、リーラ、リーラ中に入れます。ワンタッチはたいて前を向いたエジムンド、エジムンド右です。ゆっくりと上がっていきます。アギナウドどうするか、内に切り込むか、ワンツーを狙いますが、コリンチャンスのチェック、ボールを奪い返しました。さあカウンター、これが通ればチャンス、ロナウドンです。正確にはロナウドンではなくロナウドンですか。そうですね、はい、ロナウドっていう時もありますけど、一応通称はロナウドンになってますよね今はね。そうですか、はい、中に入れます。シュービーニのオーバーラップでした。ちょっと出してこのトラップ、そうですね、そしてファビアーノ突っ込んでたんですが、パウロ・セザールのポジションが良かった。おっとファールがあります。エジムンドがシュービーニに対してだと思いますね。エジムンド、そろそろイライラしてきたか。フリーキックでリスタートです。
アニマルというニックネームもあります。狂犬エジムンド。この選手は結婚しても変わらないですね。結婚したんですか。はい、オフサイドです。セルジーニョはこれで2つ目ですよね。あ、一応狙いはやっぱりあそこにあるみたいですね。エドワルド・アモリンちょっとがっかりしたような今の顔してましたね。なんであそこでトラップね引っかかっちゃうんだろう、ね、もうちょっとよく見てろみたいな、そんな感じで、ね、そうでしたね。コリンチャンスのテクニコ監督です。エドワルド・アモリン。ファビアーノが戻ります。チェイシング、セルジーニョ、というところで不用意なことをすると、はい、前ですからね。そうですよね、パンツ引っ張ってます。さあここはマルセリーニョカリオカでしょうね。直接狙いましたね、はい、直接狙える技術ありますから ね、 ですね。アンドレ・サントスが離れたところにいます。中にピンガが入りました。マルセリーニョ・カリオカ con el cobro al segundo poste había muchas camisetas。 胸でトラップシュート、レンジシュート、枠の中に来ましたがキャッチです。ゼリアス判断良かったですね。そうですね、あれが浮いちゃうとね、もうがっかりしますけどね。本当にそうですよね、枠の中にいってるとやっぱこうなんとか味方のこの緊張も途切れませんし。そうなんです、またロングレンジからこれはちょっと当たり損ないですけども、マルセリーニョ・カリオカは十分狙える位置です。そうですよね、はい、まあ、今日はねマルセリーニョ・カリオカのフリーキックにも期待したいと思います。期待ですね、はい、この間見れませんでしたからね、途中であっという間に途中でレッドカードで、うん、どっか行っちゃいましたからね、いなくなってしまいましたから、はい、セリオスイーバーもいませんしね今日はね、はい、ポストプレーロマリオ、左リーラ、中うまいカットでした。コリンチャンス、うん、しかしまた繋がってしまった。中に出します、左のスペース、ロマリオ、うん、最後は出してしまいました。コリンチャンス、ちょっとセリオスイーバーの話出ましたけどね、はい、今年の95年のブラジル全国選手権の中でそのシュートのスピードっていうんですか、キックのスピードでは一番なんかあるらしいんですよね。そうですか、はい、スピード感かなんかで測ったんですかね、はい、なんかあのグローブテレビっていうのが測ってるらしくてですね、確かにガンガンっていう感じのシュートですよね、セリオスイーバーね。時速125キロとかね、なんかそんな数字確か出てたと思う。ちょっと早いんじゃない、それ収束でしょうねきっとね、だと思いますけどね、はい、アギナウドが中にいます。ゼーリーヤス、そしてこうエジムンド、シュービーニョがマークしています。リーラがコーナーキッカー、中央だ、パンチング、ロナウド、ルーズボールを追いかけます。後ろに預けたフラメンゴ、ヘディングでもう一度押し返します。ハーフェイラインを挟んだこうあった高いハイキック、流します。チャンス、左が余っています。コリンチャンス、あ、右を使う、ダメだ。右のマルセリーのカリオカを使いました。エリベウト余ってましたよね、右足でしたからね、はい、ジャンピングヘッド、ドッグファイト、後ろに残したフラメンゴです。左のスペース、またサービオか、サービオです。押しました、ビトール、追いつきますね、はい、この細い体なんですが身体能力が高い。サービオなんかでもフラメンゴのアイドルになれそうな感じがしますけどね。あのサポーターはですね、今ロマーリよりもサービオの方、あ、そうですか、はい、あ、中です、これは危ない、クリア。それでまあ余計ロマーリオが叩いたかなんだかしちゃったということでサポーターカチンと来ちゃった部分もあるでしょうね。王様といえどもアイドルに手出しちゃいけませんよね。デジャイルポラペロータレコメテンインフラクション、
ディジャイル中に入れます。フラメンゴボールどこに出すでしょうか。もう一度右からこれはハイコースを放り込む感じです。ディジャイル、あとショートパスでした。ここもどうするか、放り込むぞという雰囲気の中で中に入れていきます。なかなかロマーリオにボールが渡らないフラメンゴです。もう一度リーダー、パスを出すところがありません。エジムンド、エジムンドどうするか、ズルズル持っていくのもこの人は得意です。右のスペース、いいカットでした。フラメンゴアタッキングエリアの中でボールをキープしています。コリンチャス、ここは一つ流れを切りたいところですが、どうするでしょうか。ショートパスでした。スイビーニョ、ジェリアス、こういうふうに落ち着いて待ってる方が、はい、そうですね、今ちょっと流れが相手でしたからね。そうですね、ここでまた大きく蹴っちゃったりなんかするとまた相手の流れそのまま続きますね。そうですね、ショートパス、そしてドリブル、ゼリアス、まあ中にこういうドリブルができる選手がいますとね、リズムもまた持ってこられますからね。そうですね、はい、右です、マルセリーノ・カリオカ、この人一撃必殺のキックを持っています。ボールを奪い返しました。サビオ右を使います。ディジャイルがゆっくりとボールをキープ、ルックアップ、縦にボールを出します。またじっくりとフラメンゴがボールをキープしながらコリンチャンスのアタッキングエリアの中です。ちょっとでもフラメンゴもあの無茶というか、一本調子ですね。中央突破にこだわってますね。コリンチャンスは逆に中央を分厚く守っていれば OK というようなパターンであります。サイドをチェンジしました。ワンタッチで落とします。ビットール、ビットールはもう盛んにこの裏を突こうというパスを出しています。エリベルトン、エリベルトン、ワンタッチで入れます。前後にコリンチャンスの選手がジャンプしましたが、その中央でパウロ・セザールがキャッチしています。ファビーニョのヘッドには期待したいところですがね。そうですね、まあ、センタリングもちょっとアウトで切って、はい、結構いいあれだったんですけど、センターサークル、わずかにコリンチャンスのエンドに入ったところからボールをリスタートしました。現在リーダー、左のサイドバックです。そして中に入っていってサービオ、サービオミドルシュートレンジ、右に出します。誰も走り込んでいません。エジムンドと合いませんでした。チームをそのまま表してるって感じでしたよね今。そうですね、はい、エジムンド、エジムンドでがっかりしてましたからね。マルセリーヌ・カリオカです。縦にパス、マルセリーヌ・カリオカの少し離れたミドルからロングレンジのパスのスルーパスなんですが通りません。確かにコリンチャンスは裏を通そうというパスの攻撃ですね。フラメンゴの方は中央突破です。まあ、中央突破でその個人技だけでなんとかしようっていうところがありますよね。そうですね、白いユニフォームがコリンチャンス、これ現在エリベルトン、名古屋グランパス8にいました。シュービーヌがゆっくり下がります。ラテラオエスケルド、左のサイドバックです。トラップシュート、また左足でした。マルセリーのカリオカ、相手ディフェンダーに当たってゴールラインを割りました。メインスタンド側からのコーナーキックです。ロナウドンです。グラウンドはかなり悪いですよね。タイムブルーダメですね。ダメですね、あの観客席とかね、あっちの方のリフォームは結構できてるんですけどもね。グラウンドがね、ちょっとこれで寂しいですよね。寂しいですね。陸上競技あるようなグラウンドにそれでもひどいかな。声を出しています、パウロ・セザール。マルセリーノ・カリオカ、低いライナーを入れました。手前ヘディングでカットしたフラメンゴ、ルーズボールを追いかけます。ラストタッチはエズキエルでしょうか。スローインに変わります。ロマーリオ、ホイッスルありました。ロマーリオです。マルシオ・コスタから、そして中央ディジャイルからサービオ、右を使います。フラメンゴゆっくりと、アギナウドが上がってきました。ディジャイル、あーっと危ない、エリベルトンちょっとヒヤッとさせました。
regalando el balón el Flamengo otra vez hablamos la falta de comunicación. さあ弾丸のようにピンガンが上がっていきます。あっとこのボールをカットされました。これはセルジーニョの危険なプレーです。ここまではコリンチャンスのエンドで進んでいることが多いんです。ロナウド一人で守っているようなそんな感じです。ファビーニョです。マルセリーノ・カリオカ一つ二つフェイントを入れて左足で中央に送ります。さあ人数を前の方に集めました。ビットールが放り込みます。また裏です。またエリベルトン、シュートレンジ、ペナルティエリアわずかに下がったところ内に入って左足のシュート、相手ディフェンダーにかかってゴールラインを割りました。ゼーリアス左利きのボランチです。この人が出てると出てないとではコリンチャンスのもう守りも攻撃もまるで別なチームになってしまうというくらいキープレイヤーですね。そうですね、でもソーザもいてほしいですね、やっぱりね。ソーザ の、ね、あのドリブルもちょっと面白いですからね。さあコーナーキック、チャンス、コリンチャンス、セットプレー巻いてくるボールです。あしかしパウロ・セザールほとんど定位置でこのボールを取りました。ゼッケン2番です。アギナウドイエローカードが出ました。スライディングバック、足払っちゃいました。エズキエウエズキエウイエローカード、カルトン・アマレーリオです。倒れているのはアギナウド。両チームここまで得点がありません。パウロ・マッシャード・ジ・カルバリオスタジアムで行われていますコリンチャンスとフラメンゴの一戦、カンピオナット・ブラジレイロ、ミューノ・ビセント・スイ・ノベン対シンコ。両チームまだ得点がありません。コリンチャンスとフラメンゴのゲームです。16時にキックオフされて、だいぶフィールドの中はスタンドの影に覆われました。9月9日というと、ムガサさん、気温でいうとどうなんでしょうね、気候は。気候はもうかなり暖かくなってますからね、はい、過ごしやすいと思いますけど。過ごしやすいという感じですか、はい。さあリスタートです。ゆっくりとファビアーノ、ハーフウェイラインを今越えました。ゲームは35分を回っています。経過しています。ちょっと小さなファールが続いています。ここまでのレフリングはいいですね、やっぱりね。さすがに噂にたがわぬ、信頼が置けないといっては語弊があるかもしれませんが、いろいろ物議を醸し出す審判が多い中にいて、はい、まだ34歳で若いですね。若いですね、はい、92年の国際審判になったばかりですね、はい、これからでしょうね、本当に。そうですね、これからまあワークを裁くであろう審判の一人ですね。そうですね、はい、ロマーリオです。ロマーリオにボールがいかないんで、いまいちちょっと面白くないですね。そうですね、マルセリオ・カリオカちょっとパスを出すところがありません。この辺はよくチェイシング追いかけをしています。フラメンゴ赤と黒のユニフォームです。さあまたターンをして、ルーズボールは最終ラインです。コリンチャンスワンタッチで前に蹴り出しました。ちょっと中盤がなくなりました。この時間タッチラインがありました。メインスタンド側スローインでリスタート、ビットールが入れます。エズキューからマルセリーノ・カリオカ、これは3人に囲まれましたと、キャプテンマークが落ちています。コリンチャンスが落としたか、フラメンゴが落としたか。コリンチャンスのキャプテンマークちょっと誰がつけているかまだ正確に確認ができていないんですが、ロナウドだとするとゴールキーパーですから、あそこの位置に落ちているということはないでしょうね。はい、ジムンドは、さあサビオ残したチャンスだ、シュート左足
枠の右です。アギナウドがオーバーラップしていました。初めてのチャンスらしいチャンス、そうですね、完全に振り切られてフリーでしたね。ボレーのシュート、いい音しましたけどね、サービオが絶妙でしたね。やはりあの3人怖いですね。怖いですね。さあチャンスだ、フリーになっています。ファビーニョ、します。もう一度マルセリーノ・カリオカシュートを打ちます。当たって、あ、オフサイドでしょうか。ですね。El balón anterior que venían dos contra uno, Marcelino Carioca. Sergini も結果を出したいところでしょうけれどもね。そうですね。ここまでゲームの方は一進一退であります。まあ、両チーム成績が不振とはいえども、こういう、強豪同士の対戦ということになりますと、やっぱりモチベーションも違いますしね。そうですね。で、フラメンゴは何しろ負けちゃいけないし、コリンチャンだってここで勝ちたいですよね。そうですよね。コリンチャンスにしてみれば弾みをつけたい。そうです、まあ、両方とも弾みつけたいですよね。そうですよね、この相手に勝てば弾みがつくという相手ですからね。そうですね、はい、エリベルトンです。中央に起こし、これはマルセリーニョ・カリオカです。あっと、誰でしょう、ゼリアスでしょうか、倒されています。エリベルトン強引に中に入れようとしましたが、相手にぶつけてスローインを取ります。エリベルトンはこの、しかし左のポジション合ってるようですね。そうですね、39分回りました。おっと、オフサイドのホイッスルです。ちょっとあれですよね、オフサイドにかかりすぎますよね。そうですね、はい、この辺当然エドワルド・アモリン監督修正してくるでしょうね。はい、はい、フリーキックはアギナウドでしょうか。エリベルトンです。ロングキック中段に落ちます。アンドレ・サントス、クリト・エリベルトン、左のスペース、アンドレ・サントス、アンドレ・サントスにいいところをちょっと見せてほしい。あーと中に入れますが、ディフェンダーにかかって、しかしまだアタッキングエリアの中です。サビオ、センターバックのフェイントじゃないなって感じですよね。そうですよね、攻撃的なね、オフェンシーバーという感じがしますよね。オフサイド、これはもうかなり怒られるでしょうね。そうですね、もう誰が見てもオフサイドですからね、これで4つ目じゃないですか、はい、頭悪いぞというふうにね、もうサポーターはね、今、めちゃくちゃ言ってますよ。そうですか、はい、バッティングからスービーニョ、うわ、まずい、まずない、ロマリオ中に入れます。ディジャイル、右のスペース、エジムンド中で残します。シュート、壁に当たってロナウド、エジムンドとピンガです。ファールがありました。画面はファビーニョです。ラメゴの場合はあの3人の中でパスが回っちゃうとなんか危ないなって気がするんですけど、そうですね、とりあえず一つなんか他の選手に入るとなんかちょっとホッとしますよね。そうですね、例えばそれがギナウドだったりすると、まあ、とりあえずまだいいかなというようなね。ロマリオだった、ロマリオが落としたんですね、キャプテンマーク、ずいぶん長い間落としてましたね。まあ本人も気がつかなかったんでしょうね。はい、ゼリアスです。ゆっくりターンあります。左足、デジャイール、さあエジムンド、これは外に出すがロナウドがいます。アンダーハンド、丁寧にマイボールからのリスタート。コリンチャンス、白いユニフォームです。そういうところなんかもう小じぎで突破しようっていうのが逆に楽にしてくれてますね。そうですよね、はい、そこで変につながれたりね、すると危ないですけどもね。そうですよね、
一応ボールのあるところをちょっとチェックしておけばいいわけですからね。そうですね、はい、このフラメンゴの前の3人はやっぱこう天才的な部分がありますから、協力し合われてしまうと防ぎようがないという感じですね。そうなんですよ、はい、中央ショートパス、リベルトン、ディフェンダーにかかってキーパーです。パウロセンサーですミヤミヤポラペロタファシル。まあ、こういうふうにコンビネーションが取れていなければフラメンゴのアタック陣とはいえど得点はできませんからね。そうはね、はい、いい守備ですね、はい、エズキエウからマルセリーニョ・カリオカ、ターンしながらキープです。エリベルトン左に送りました。さあここでスペースをドリブルで作りにかかります。あー、このセンタリングがちょっとかかってしまいました。いい突破だったんですが、ゼリアス。中盤は本当にあれコリンちゃんの方が機能してますよね。そうですね、はい、ディジャイル中にいます。ポストプレー、あ、これはつながっています。エジムンドでしたね。そしてサービオが左に送ります。リーラがオーバーラップしてきます。そしてまたサービオ使いますが、これは読んでいました。La barrera de Víctor rápidamente evitando que recibiese la pelota Sabio. さて、ファーストハーフは残り時間が少なくなっています。両チームともまだ得点がありません。コリンチャンスとフラメンゴのゲーム。1次リーグ前期 A グループのゲームです。この裏を通すパスが危ない。シュート。外れました。決定的。いやー、このシュート完全に裏取られましたよね。いやー、そうですよね、危ないところでした。シュートを打ったのがもうそのアタックの3人のうちの誰かだったのと思うとちょっとね、ゾッとしますね。ロマリオとエドムンドno hayan hecho nada o no hayan hecho mucho por el centro porque Corinthians está sin sus dos zagueros centrales titulares. Sí, sí. 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 Sí, sí.ここまでのところ何かこうフラメンゴはここまでの4試合同様あまり機能していないなというような印象ですね。コリンチャンの方も結構中盤はあれなんだけれども、はい、あれですよね、まあ、パウロ・セーザーのコースもありますけども、うん、なんか崩せないなと。そうですね、はい、相手のディフェンスラインが、まあ、ロナウドを中心にラインを操作してまして、はい、うまいこと開けられちゃってますんで、それにセルジーニョがまんまと引っかかってると。そうですね、はい、そんな感じですよね。ファーストハーフ、カルトン・アマレーリョ、2枚出ています、ファビアーノ、そしてエズキエウに出ています。95年のブラジル全国選手権、今日は、まあ前半この1次リーグ前期 A グループの、まあ、大一番カードの上ではですけれどもね、はい、両チームと振るいませんけれども、潜在能力の高く、そして、ブラジルで人気を鈍すると言っていいであろうという、この両チームの対戦をご覧いただいています。コリンチャンスとフラメンゴのゲームです。1次リーグ前期 A グループのこの両チームの対戦、ファーストハーフ終わって両チームとも得点がありません。忙しかったな、でもうまくいったな。その後はやっぱりバドだな。限りない飲みやすさ、バドワイザー。119年の伝統、一つの変わらぬ製法、70カ国以上で愛される世界の味。 5% アルコール、限りない飲みやすさ、それが
キングオブビアバドワイザー。私たちの一番の誇り、それはお客様に対する心からのおもてなしです。 The Heart of Asia Cathay Pacific。 Only one combines power and effortless performance like Fred Couples. Only one blends pinpoint control and the ability to read the terrain like Lee Trevino. Only one personifies endurance like Isawa Oki. Only one can play like this. Seville STS with the North Star System.The great performers are always creating a higher standard. それではハーフタイムの時間を利用して、今年のリベレタドーレス、決勝の第1戦と第2戦ハイライトでご覧いただきます。トヨタカップで来日するグレミオのゲームです。これはしかし先制点になるわけなんですけれども、はい、まさかの得点で始まりましたね。ラッキーってやラッキーですよね。オウンゴールからスタートしました、はい、パウロ・ヌーネスが入れて相手ディフェンダークリアするつもりがオウンゴール、これからスタートしました、まあ、グレーミーがホームでまず1点を先制しました。これで気持ち的に楽になりましたよね。そうですよね、はいはい、これは非常にいいシュートだったんです。まあ、イギータがこれを弾いたんですが、それを詰めていたジャウデウ。セルジオ・マヌエルのシュートがね強烈でしたよね。そうですよね、まあ、これはでもイギータキャッチできればというところだったんですが、まあ、キャッチできなくてもね、まあ、見事っしゃ、それもオフサイドギリギリというツッコミでしたね、はい、ファーストハーフでまずグレーミオが2点を先取したというこのゲームであります。そしてこれはコーナーキックからまたやはりイギータが弾いたところでしたね。ブラジルじゃ全然評価低いですからね、イギータなんか。そうですか、はい、はい、まあ、このパウロ・ヌーネスが今決めたわけですが、はい、彼がよく引っ張ってますね、このグレーミオ、ね、中心的選手と言っていいでしょうね。あの攻撃に関してはそうですよね、ジャルデウとこのパウロ・ヌーネス、はい、その2人のゴールもあって3対0とリードを広げます。そして一方このキック惜しかったですね。守りの方ではグレミオとチームダンレーというですね、そうですね、オリンピック代表候補ですか、はい、いますよね、若いんですが非常に、ね、いいキーパーでね。そうですね、G だとこれから争っていくことになるでしょうね。そうですね、本代表の、はい、ゴレイロの位置をね。今のリプレイをご覧いただいています。まあ、この点はちょっとやらない方がっていう感じですよね。そうですよね、はい、まあ、グレイミオの攻撃についてはちょっと今伺いましたけれども、はい、ディフェンスの方はどうなんでしょうか。パラグアイのですね、右のサイドバックのアルセとかヒバローラとか、はい、この辺もずっと安定してますし、うん、ボランチの、まあ、ちょっと危険なジーニョですか、サンパウロでトヨタカップ来日した選手ですけど、はい、あれですよね、結構、まあ、ラフプレーも多いんですけれどもね、やはり今効いてるかなという気がしますね。そうですね、はい、これがリベルタドーレスのカップであります。伝統のあるカップですね。そうですね、1960年から始まった大会ですから、はい、まあ、しかしこのグレーミオというチームの印象なんですけれども、はい、今これ画面は第2戦なんですが、かなり荒っぽいチームという印象が僕ありますが。そうですね、とにかくこう、まあ、監督がですね、もともとそういう選手だったんですよね。ははだからそれを選手にも要求してんじゃないかなと、だからブラジル全国選手権でも結構レッドカードが多くて多いですよね、はい、まあ、ジーニョを中心に暴れん坊が多いと言いますか、ラフプレーも多いですよね。まあ、だからそういうのを変なプレーを するよりもきっちり行けみたいなね、はい、そういう指示出してるんだと思うんですけどね。まあ、大事な国際ゲームとかビッグゲームで戦う勇気みたいなものは持ってるチームですよね。そうですね、だからブラジルのね、
テクニックのあるチームっていう風な見方をすると、うん、ちょっと大間違いですよね。そうですね、はい、そういうタイプではないですね、はい、南米サッカー対ヨーロッパサッカーというようなこれまでのトヨタカップとはちょっと印象が違いますよね。そうですね、だから今まで来たブラジルのチームはちょっとテクニックがあったんですけど、はい、83年のチームの方が、でまあ、トヨタカップ優勝しましたけど、はい、あの時の方がはるかに技術的には高かったかなっていうふうに思いますけどね。そうですね、これがジーニョですね。そうですね、はいはい、この人は非常にこの、まあ、中盤ボランチかなりストッパー的なボランチと言っていいんじゃないかと思いますけれども ね、結局アトレチコナショナルを破ってグレーミオが95年のリベルタドーレスを獲得したというゲームご覧をいただきました。まあ、アヤックスとのトヨタカップ、まあ技とスピードを持っているアヤックス、そしてファイティングスピリットあふれるグレーミオ、はい、そういう図式ですね。そうですね、はい、だからまあアヤックス圧倒的になんか有利っていう前評判高いんじゃないですか、うん、はい。さてこの時間のブラジル全国選手権、コリンチャンスとフラメンゴのゲームをお送りしていますが、ファーストハーフは0対0でした。それではこれファーストハーフを振り返ってみたいと思います。前半のコリンチャンスのアタックです。エリベートはしかし左サイドなかなかいい切り返しも見せたんですけれどもね。そうですね、チェイシングを追いかけていくセルジーニョですが、最後はこれファールになりました。ファビアーノのファール、そして、まあ、ちょっと間抜けなファールっていうファールですよね、はいはい、ちょっと見え見えでしたね。そしてこのセットプレー、このシュートなかなか良かったですけどもね、ゼーリアス。まあ、ファーストハーフはなんとか相手の裏を取ろう裏を取ろうというコリンチャス、これはエズキエウのイエローカードですね、はい、吹き飛ばしてしまいました。アタックを受けたのはアギナウドでした。このラストパスサービオ、いやいや本当に決定的なシーンでしたね。シュートを最後打ったのはアギナウドでした。中央突破にフラメンゴはこだわったファーストハーフですが、セカンドハーフをこれを果たしてどう修正してくるかですね。そうですね、そして一方コリンチャンスの方はセルジーニョは再三再四、オフサイドトラップに引っかかってしまいました。はいはい、4回かかってましたね。この辺の修正を両チームの監督どうしてくるでしょうか。それではお知らせの後セカンドハーフです。忙しかったな、でもうまくいったな。やっぱりバドだな。限りない飲みやすさ、バドワイザー。野球見るならやっぱりバド。限りない飲みやすさ、キングオブビアバドワイザー。スカイエースカイエー、11月の一押しメニューはいよいよ大詰め、西日本社会人アメリカンフットボール秋季リーグ。首位争いを演じる松下電工、サンスタ、マイカルの3強が激突。目が離せないファイナルデー、11月23日は午後1時から生中継でオンエア。その他アイスホッケー、ラグビー、女子駅伝など。11月のスカイエーはスポーツパラダイス。スカイエー、スポーツ映画をお送りするワールドサッカー。この時間はコリンチャンスとフラメンゴのゲームをお送りしています。ファーストハーフ両チームとも得点がありませんでした。向笠忠さんの解説でお送りしています。ブラジル全国選手権95、さてファーストハーフのスタッツです。
まあ、同じような感じですかね、ぬかささんね、ここまではね。オフサイド5本、はい、これでしょうね、やっぱり、ね、この差が一つありますね、はい、これうちの何本セルジーニョが引っかかったかっていうコリンチャンスの4本です。4本です、ね、はい、5分の4、5分の4、8割ですね、うん、頭悪い選手なんですよね、きっとでも期待してる部分も多くてね。もちろんそうですよ、はい、このゼッケン9番がセルジーニョであります、ピンゴに代わってウェスレーを入れましたフラメンゴです。あれ W になってますけどね、はい、本当のスペルは U です。 U、はいはい、ちょっとオタッキーになっちゃいましたけども、いえいえ、はいはい、ウェスレーもこれは補強選手ですね。そうですね、グアラニから移籍してきた、長身の攻撃的な選手ですね。アギナルド本来はですね2番で、今日2番つけてましたけども、はい、右のサイドをやる方が多いんですよね、はい、今日はファビアーノが右に入っていた、アギナルドがクアルトザゲイロ、はい、今日のレフェリーアルビトルです、マルシオレゼンチチフレイタス、180センチ79キロです、はい、ミナスジェライス州 FIFA の出身です。先ほどあのエドアルド・アモリンがちょっと映ってましたけど、はい、やはりそのオフサイドラインの徹底というか攻撃に対してですね、そうですね、してるでしょうね。そうですよね、はい、右にエンドを取りました。白いユニフォームコリンチャンスのキックオフでセカンドハーフが始まっています。いきなりゼーリアスとサービオが接触。オリンピック代表でまあ、同じチームですからね、年もそう離れてないんじゃないですか。そうですね、サービオが多分21ですよね、19ぐらいですか、ゼリアスは。そうですね、はい、まあ、この時点ではまだ18じゃないですか。そうですか、はい、デビューが早かったですからね。何しろ早いですからね、はい、16、そうですよね、はい、はい、マルセリーニョ・カリオカ、裏を通そうというパスでした。ゴレイロ、パウロ・セイサールです、フラメンゴ、パントを前方に大きく蹴り出しました。中段に落ちます、ジャンピングヘッド、エジムンド、最終ライン、アンドレ・サントス、あ、タッチに逃げました、まあ、この辺ちょっと声出さないと、誰が周りにいるんだか分かりませんからね。あのスローインのですね、はい、トラップロマーリ オ、ものすごいうまいですね、ロマーリオは、どんなつまんない球でも、はい、全然平気ですからね、本当ですよね、ロマーリオ対今日はこのロナウド、今のところアンドレ・サントスとか守備陣結構抑えてますよね。そうですね、今日は2枚のザゲイロ、カルトザゲイロとザゲイロセントラル、いつもとは違うメンバーでありますコリンチャンス、セリオスイバー、エンリークともに出場しておりません。さてデジャイール右からです。右に変わったウェスレイ、ウェスレイがボールをキープしています。エリベートンがマーク、一旦後ろの方に下げました。デジャイールが倒されました。まあ、フラメンゴっていうとね、こうサイドバックにすごい選手が過去たくさんいましたけど、そういうイメージありますよ ね、ちょっとこういうの見ると寂しいですよね。そうですね、あのフルミネーセからのリーダー入れてきましたけれども、はい、この試合に関してはちょっと目立たないですよね。そうですね、はい、まあ、あのリオデジャネイロ州の決勝は、まあ、フルフラ対決ということで、はい、面白いゲームだったようなんですが、そのフルミネーセに似た選手を3人取りましたね、フラメンゴですね、今お話が出ましたリーラですね。さてこの位置、それからディジャイルですね、そしてマルシオコスタ、この3人をフルミネーセから獲得したフラメンゴです。セリアス、ゼリアス中段でボールをキープ、左を使いますエリベートン、この人はドリブルでトップ力あります、ワン・ツーパス、ウェスレーが戻りました、シュートだ、マルセリーニョ・カリオカ、他にもマルセリーニョ・カリオカって感じのシュートでしたね。マルセリーニョ・カリオカ、今の守備はすごいですよ。いや本当ですね、かぶってましたからね、ちょっとよく見えなかったんじゃないかと。よく守りました、マルセリーニョ・カリオカ巻いてきます、手前でカット、もう一度ワントラップ、もう一度入れ直します、ヘディング、クリアボール、ルーズボールを追いかけます両チーム、
フラメンゴ攻撃的なパス前方に出します。スライディングタックル、ボールを蹴った切ったコリンティアンス。Nadie cubriendo ahí arriba, todos en el centro, todos amontonando, esperando el cruce. Pero sabemos muy bien que el rebote viene afuera. Marcelinho Carioca の素晴らしいシュートもありましたが、マルセリーニョ・カリオカも確かフラメンゴですよね。キッカーが上手い選手を輩出しているというそんなイメージがありますね。あ、ロマリオに対してシュービーニョ今よく守りました。素晴らしいですよ今の守り、前方にボールをフィードします。コリンチャース、ダイレクト蹴り返したフラメンゴ、ワンタッチ、トゥータッチ、エジムンド、ロマリオ、すごいタイトなマーク。あとロナウドン失敗。マルセリーノ・カリオカ、中に入れます。落として、足元で惜しかったですね今ね。強わけではって感じでしたね。しかしパウロ・セザールは表情一つ変えていません。この両チームともゴレイロに関しては本当にブラジルのトップレベルの選手たちですよね。そうですね、代表に選ばれてもおかしくないくらいの実力、ロナウドはですね、もう州選手権終わった時点でもう448試合ですか、コリンちゃんのユニフォーム着て。あ、そうですか、はい、だから記録を破りそうですよね、この分でいくと、はい、コリンちゃんそのゴールキーパーの記録ということになる。記録はもう完全に破ってるんですよ。で、ルイジーニョっていう、50年代の選手が589試合、コリンちゃんのユニフォーム着てやってるんですけどもね、これだけ近年試合数多いですから、はい、簡単にロナウドが破るだろうというふうに言われてますけど、ね、なるほどね、コリンチャース控えのキーパーはウィルソンという選手がいますけれども、ね、はい、なかなかお目にかかる機会がありませんね。ロナウドの場合安定してますからね、1試合悪くても次完全にリカバーできますから。そうですよね、その辺がもあるし、はい、ずっとコリンチャーのゴール守ってる、ゆえんですよ、そうですね、はい、さあフラメンゴチャンスです。ウェスレー入れます。スイビーノの足にかかったかと思いましたね、はい、センターサークルの中です。フラメンゴ今度は左に展開するでしょうか。リーラです。縦に送ってサービオ前を向いてかわして内に切り込んでいきます。なおもドリブル、エジムンド、ポストプレー、ロマリアのパスはカットされました。ミドルレンジから蹴っていったボール、コリンチャンスのディフェンダーに当たってゴールラインがありました。サービオがそのままコーナーに向かいます。コリンチャンにフラメンゴの方の攻撃陣はサービオにしてもエジブンドにしても、はい、ロマリア小柄ですよね。そうですね、だからちょっと上げたボールとかいうのオプションがないわけですよね。ニアサイドに速いボールを蹴りました。マルセリーニョ・カリオカです。ボールをプレースしました。コリンチャンスのゴールキーパー、ゴレイロ、ロナウド。エジムンド、エズキエウ、デジャイル、エズキエウ。このパスが通ればというところだったんですが、カットされました。赤と黒のユニフォーム、フラメンゴ、サービオ。左を使います、リーラ。そう放り込む、あった、もう一歩も動きませんでした。ロナウド、さあまた左サイドです。長い距離をコリンチャンスドリブルで走っていきます。エリベウトン、後ろに送ります。ゼリアス、もう一度エリベウトン、エリベウトン内に切り込んでいく、ラストパス。さあこれはオフサイドはなければゴールですが、ゲットゲットゲット、セルジーニョ、コリンチャンスゴラッソ。ギリギリでしたね、ムカサさん。エリベートンからそしてセルジーニョ、相手をよく見て浮かせました。インステップ、インサイドですか、インフロント、インフロント、ちょっとあれですよね、それにしてももう、ね、ずっと狙ってたあれですよね、攻撃の形ですよね。何度オフサイドトラップに引っかかってもという感じでしたが ね、今もまたオフサイドを主張していたんですが、ギリギリでしょうね。そうですね、はい、
この形でしたもんね、ずっとね。そうですね、1対0、コリンチャンス、前半の後半53分のゲットです。後半開始8分です。コリンチャンスにしてみれば下やったりという感じのゴールでしたね。そうですね、あの形でファーストハーフから点を取りたかったわけですから、はい、やはり崩れたのかなというところですね。そうですね、はい、まあ、それだけ、まあ、あのエリベルトの、パスが良、ね、かったですよね。まあ、ああいったドリブラーがいるっていうのはいいですね、相手の守備を乱すにはね。そうですね、切り裂いていきましたエリベルト。もうコリンチャンスのこの左のオプションとしてエリベートは欠かせない存在になりました。そうです、守備もできますしね。コリンチャーノとしてはサービオ打ちに入れます。ロマーリオシュート、これはナイスセービング、ロナウド。これがあります、ロマーリオ。ロマーリオこういうの怖いですね。反転早いですから、早いですね。しかしロナウド、今のはもう値千金のセービングでした。また放り込んできます。ああいう風に簡単に放り込まれてもそう怖くないですね。そうですね、今日はね。あ、またチャンスです。エリベートン、エリベートン中央にパス取りました。トラップシュート、マルセリーニョ・カリオカ左足。エリベルトンチャンスメーカーですね。このトラップで2人かわしてボレーのシュート。お題ですよね。そうですよね、小柄な選手ですが170センチ台ぐらいですよね。160ありませんか、はい、8ぐらいって一応言ってますけど。あ、マルセリーノ・カリオカもしかし随分とこのブラジル全国選手権ではレッドカードもらってしまいましてね。そうなんですね、出てませんでしたからね、はい。まあ、これがコリンチャンスここまで1分け4敗というらしからぬ成績、ね、はい、原因の一つですけれども、うん、このエリベートンさっきからフリーになっています。打ちに入れます、ファビーネとのワンツー。エリベルトンまたドリブルで中に入っていきます。後ろ走り込んでのシュート、ゼリアスでしょうか。そうですね、エリベルトンが持ち込んでパスを出して走り込んでのダイレクトシュート、一つのパターンなんでしょうね。そうですね、はい、まあ、ゼリアスもあのキック力ある選手ですから、まあ、今はちょっと吹かしちゃいましたけど、はい、決めたことありますからね。そうですね、はい、時計をちょっと見ていました。エドアルド・アモリンです。エドアルド・アモリンとしてはその長く辛い戦いだったサンパウロ州選手権の疲れを癒しながら、なんとかこのブラジル全国選手権、準決勝リーグへの進出をとりあえずは狙っているという感じでしょうね。サービオ危険なプレイヤーです。ラストパス、ナイスクリアです。中にはエジムンドがいました。左からサービオ、右からエジムンドの崩しかなというふうに戦前思っていたんですが ね崩しているのはサービオ一人という感じですね、はい、ロナウダンが上がってきました。ファーサイドです。折り返し中に入れますが、ビットールが結局ラストタッチ、ゴールラインに出しました。ロマーリオ、ニアサイドです。ゴールライン生きています。うん、ワンタッチで入れようというところはいいチェイシングでした。しかし CB にはいいですね。今日の試合は彼のベストじゃないですか。はい、CB にはいることによってですね、ゼリアスの負担がかなり軽くなりましたよね。そうですね、一人で全部やってましたからね、はい、さあ早いリスタート、コーナーヘディングシュート、誰かが接触して肘じゃないかというあれ、いや、しかしこの場合どうでしょうね、出てるかもしれないですね。ファーラテルのはファビーニョですね。
ファビーニョは本当に久しぶりの出場です。スタメンで出てくるのは本当に久しぶりという感じがしますね。そうですね、90分持つかどうかちょっとあれ、まあ、監督も疑問視してますけども、とりあえず一応、はい、まあ、ボタフォーに負けちゃったんでね、まあ、1次リーグに関しては若干捨てたかなというところもありますよね。はい、はい、まあ、調整しながらっていう形でね。そうですね、結局あの全ての試合に勝つ必要はないわけですからね、はい、まあ、ただ厳しいサポーターがいますからそれなりには勝たなきゃいけないという、こういう大一番は勝たないと、ね、そういうことですよね、はい、許さないですからね、はい、ウェスレールックアップ、スルーパスを通します。ロマーリオ、ロマーリオキープ、タッチラインの外に出しました。もうロマーリオ相手ですから無理はしないコリンチャンスのディフェンダーです。ティロデスキーナ、コーナーキック、フラメンゴ、リーラです。ロナウド、巻いてくるボールです。パンチング、もう一度リーラ、ショートパスを出すんじゃないでしょうか。うん、キープしています。あーと、ファビーニョのファールがありました。自分からコケパフにも、うん、足入ってるからっていうところありますからね。そうですね、はい、ロナウドンです。エスパルスにいたと思ったら代表に呼ばれて代表と一緒にプレーをしているうちにそのまま帰ってしまったというそんな印象がありますけども、そうですね、はい、中です。危ない、クリア、落として、ここはフラメンが早く攻めてくるでしょう。放り込んできましたがロナウドがキャッチです。エジムンド最後飛び込みました。アンドレ・サントスも最後クリアだった。その前もアンドレ・サントスだったんですかね、はい。得点は1対0、コリンチャンス、セルジーニョのゲット、53分でした。現在試合は61分を回りました。エジムンド、サービオフリーにしてはいけない。マルセリーのカリオカ、軽く抜かれました。サービオセンタリング、誰もいません。ここにエジムンドかロマリオかというふうに思うんですがね。ちょっと悩みは深い感じです。フラメンゴ、ウェスレイ、あんまりでも離れちゃうと逆にそのワンツーみたいなのができなくなっちゃうし、だからその2列目に気の利いた選手がいないところの辛さでしょうね。そうですね、はい、ロナウドン、エドワルド・アモリンです。エドワルド・アモリンばかり映ってエジーニョが映りませんけれども、はい、エジーニョもいろいろと話題があるそうですね。そうですね、次期のですね、はい、鹿島の監督になるんじゃないかっていう、まことしやかにささやかれてますよね。ブラジル国内でですか。もうそうですし、はい、日本でもそういうふうに言ってる記者がこの間いましたね。そうですか、はい、まあ、フラメンゴといえば、ジッコという感じがしますからね。そうなんですけど、まあ、その流れの中でエジーニョという話も出てきてるんじゃないかと思いますけども、はいはい、まあ、しかしエジーニョにとってはこのゲームは身体問題のかかったゲームでありまして、負けてしまえばクビじゃないか。そうですね、3連敗じゃ許されないでしょうね。800万ドルもかけて 3連敗、はい、っていうところですね。今しかしシウビーニョとそれから、エリベウトンだったんですが、この2人なんか黄金コンビになりうるような予感さえ漂う魅力がありますね。ウェスレイ、右からえぐってきました。ウェスレイ、あのセカンドハーフの初めのところでピンゴに代わってというふうにスタッツが出ていたので、はい、そのまま申し上げましたが、はい、アギナウドに代わってウェスレイですね。はい、はい、5番ボランチのピンゴはそのままプレーをしています。それで右のサイドバックをやってた3番のファビアーノが、真ん中に戻ったと。そうです、ね、センターバックにのポジションに戻ったと、はい、本来のポジションに戻ったというところですね。そうですね、はい、得点の方は1対0、コリンチャンスが1点をリードしています。さあ右のスペース、またいない、マルセイのカリオカ
Saque de manos para Flamengo. 次の1点を取った方がかなり、あとフラメンゴのサポーターは沈黙であります。来てますね、しかし結構ね。そうなんですよ、この試合もね、なんかちょっとあのバックスタンド見ると少ないみたいなんですけど、一応それでも1万人以上はいますからね。そうですね、ポストプレー、ウェスレーバックパス、Palmeiras, claro, es auspiciado, patrocinado. ピンゴどこに出すでしょうか。右です。インターセプト、シュビーニョ。あと足がかかったファールです。エジムンド。イエローカード。カルトンアマレーリョです。7汚いファールでしたね。全然もう足最初から狙ってましたからね。そうですよね。はい、インターセプトされちゃってこの野郎っていう気持ちですね。そうですね、はい、まあ、それだけシルビーニョが完全にエジムンドを封じてるというふうな、フラストレーションなんでしょうね、エジムンドにとってはね。もうエジムンドのところ面白いくらいにボール来ませんからね。エリベルトン、どこに出すでしょう。一旦戻します。おっと、これはいけません。エジムンド、左のサービーを使います。中心選手同士でボールを回させてはいけないコリンチャンス。うまいな、サービオ、シュート、弾いたボール、ロマーリオ。さすがのロマーリオでも下がりながらの反転だったので回りきれませんでした。いや、それでエジムンドにパスしようとしましたよね。そうですね、はい、そこでもこれしかしよくこけませんよね、あれね。この身体能力の高さですよね。これサービオ、ロマーリオ、エジムンドと回るとちょっとまずいですね、コリンチャンスとしてはね。まずいですね、リベルトン、ゼリアス、マルセリーノ、カリオカ、ゆっくりと回します。今ゼリアス倒されていたのも見えてたんでしょうね。マルセリーノ、カリオカ、右に送っていきます。ビットール、縦突進か、内に切り込んでいきます。かわしながら、あ、失敗、ボールをカットしました。リーラー中に入れて、ルーズボール、ロマーリオです。エジムンド、ロマーリオ、その手前カットしました。アンドレ・サントス、そしてエリベルトン、サイドチェンジ、これはフィフティーボールになってしまいました。サビオ、サビオなおもボールをキープ。エジムンド、エジムンドをポストプレイヤーで使ってますね、中盤のね。ていうか前線であんま動いてないんですよね、だからこう足元足元みたいなパスになっちゃってるから、割合コリンチャンのディフェンス陣もきっちり抑えてますよね。そうですね、はい、あそこでもう少し動きがあったりするとちょっとマークがずれてきますから、はい、そういえばこのフラメンゴは中盤でマジーニョがいたんですね。あのそうですね、鹿島アントラーズの、ね、はい、まあ、中盤っていうか割合前目ですけ ど、 すけど、ね、はい、パサーがいたらまた違うかなという気もするんですが、前の方が要するに贅沢なだけにですね、画面を惜しげもなく出しましたね。さて選手が変わります。マルシオ・コスタが下がって、ロドリーゴですか。ボランチを1枚下げてロドリーゴ、まあ、負けてますしね、はい、前目の選手を入れてきました、はい、さて長い助走はどうするんでしょうか。直接狙います。壁に当たった4枚の壁です。変わったロドリーゴ、イエローカードいきなりです。まあ、シャツも掴んだし、はい、っていうとこですかね、うん、しかしフラメンゴボールのリスタートですね。いや、あのセビーニョがセビーニョのイエローですか、はい、掴んでました。なるほど、はい、ロナウドン、マークはビットオール、元サンパウロ同士ですね。そうですね、はい、ロドリゴ、el despeje de cabeza、
デジャイルがちょっと下がっていますね。右です。もう一度今度はウェスレイ、ウェスレイ入れます。カットy todo por este sector izquierdo, tanto Wesley como Rodrigo, parece que Ediño confía en esta banda izquierda. Djair, Wesley, Wesley. Está teniendo un poco mejor éxito que Agnaldo tuvo en el primer tiempo, que tuvo un par de oportunidades. 赤と黒のユニフォーム、フラメンゴ。裏を通すパス。ロナウドはしかし落ち着いています。冷静沈着。50ボールを蹴りました。マルセリーニョ・カリオケ iba a buscar la pelota, Lira lo anticipa。このロナウドのパントキックもその正確さと速さ、はい、ここから点を生み出すこともありますね。はい、キッカーあんまりグズグズ持ってるっていうのはね、見てて気持ちよくないし。そうですよね、はい、ディジャイル、まあ、周りがそれだけちゃんと反応しなきゃいけないんですけれども、はい、パスがつながっています。ロドリーゴ引っかかりました。ゼリアス、エジムンドが中にいて、俺になんでパスを横さないという、うん、カットしたのはシルビーナですよね。そうですね、はい、チュパンジーヌですね。ファビーニャと変えますかね。あ、なるほど、それは十分考えられます ね、そうですね、ちょっと、はい、今日はあまり目立たなかったですけどね。そうですね、立ち上がりに今シュート打って、はい、あ、11番が上がってます。コリンチャンスソックス変わるよっていう感じでしたね。チパンチーニョです。あ、でもなんていうんですか、後期に向けて一つのオプション確認はできましたよね。そうですね、アンドレ・サントス、この辺の身体能力はあります。ロマーリオと競りました。ただロマーリオもあの背は低いですけども、ヘディングの、まあ、なんていうんですか、体の入れ方、はい、はい、うまいですよね。コーナーキック巻いてきます。キャッチしました。後ろ飛び込んだのはエジムンドでした。ロナウドオーバーハンドでマイボールのリスタート、チェックがあります。下がりながらキープ、あー、ちょっとこれは3人に囲まれる形になりました。サポートが欲しかったコリンチャンス。マルセリーのカリオカフリーキックでリスタートです。相手のファールになりました。ビットール胸でトラップ、そして中に落とします。トゥパンジーニョ変わっています。ボールキープ、2人に囲まれます。またファール、フラメンゴのファール。ピンゴが怒っていますが、早いリスタートです。サイリベルトン、またどうせ内に切り込んでいきます。3人、相手のそのディフェンスに向かって切り込んでいきますから嫌ですよね、守る方は ね、ドリブルに自信があるんですね。トゥパンジーニョ中央フリーになっています。マルセリーニョ、カリオカスペースはあるぞ、打つか、打ちますが壁に当たった。アンドレ・サントス、オーバーラップ、左を使います。エリベウトン、アンドレ・サントス、左のスペース走り込んできます。あ、なおもキープ。これがザゲイロのプレーでしょうか。そうですね、ディジャイル、スパンジーニョ、なんかだんだんコリンちゃんのやりたい放題になってきましたよね。そうですね、ちょっとチャンスを作れなくなってきましたね。サービンは下がってしまいました、まあ、ロマリオのマーク担当のアンドレ・サントスがあそこまで自由に上がってきてるんですからね。そうですね、はい、ロナウドもなんとか上がろうというところなんですが、短いパスをつなぎました。ウェスレーが今度はタッチライン沿いに上がってきます。中にサービオ、マーク、エリベウトン、エリベルトン、ボールを取り返します、うん、ウェスレー後ろから足をかけました。エズキエウがフリーキックを蹴りそうです。今のプレーです。グアラに似たウェスレー、エリベルトンは demuestra que es buen atacante, es buen defensor también。ウェスレー、ボールを縦にフィード、うん、とエリベルトンに当たってロマーリオ、ワンタッチで右です。エジムンド、ロナウド、おっとキャッチに行くところをもうディフェンダーが蹴り出しました。あ、しかしこのボールはフラメンゴです。あ、インターセプト。さあコリンチャンス、カウンターのチャンス。あ、しかしゆっくりとドリブル、スローダウンしてマイボールキープです。マルセリーニョ、カリオカ、
ティファンジーニョ、相手のマークがついていました。今のしかしエジムンドのシュート、そしてロナウドのセービング良かったですね。そうですね。中盤でボールの潰し合いになっています。ロマーリオ、サビオ、ビトルがタイトなマーク、タス下げました。ロドリーゴも突っ込んでいきます。Desviado el saque de meta. Hey, Víctor fue el hombre que se cae en la marcación. Sin embargo, フラメンゴはしかし相変わらずちょっと強引でしょうかね。そうですね。最後のところは結局えぐるプレーもありますが、相変わらずそのドリブルでの中央突破も狙っているようですね。まあサビオに放り込んどいて、あそこからなんですけども、ちょっと工夫がないですね。そうですね。はい、ちょっと右足を押さえているの、これはロナウドでしょうか。あ、そうですね。ロナウド。あ、そうですね。ちょっと今フラメンゴのリズムにもなってるし、そうですね。っていうとこかもしれないですね。ですね。それに対してエジムンドが何かこう近くで手を広げて抗議をしていますけれどもね。しかしエジムンド、ロマーリオ、サービオというこの夢の3人ですね。抱えていながら機能していないフラメンゴ、パッサーがいないですね。そうですね。たくさん移籍はさせてきたんだけれども、移籍組確認しますと、ゴールキーパーに近いところからパウロ・セザール、ディーラ、ロナウド、はい、ピンゴ、はい、ウエスレー、はい、マルシオ・コスタですよね。はい、あとはディジャイルと、エジムンド、まあ、ロマリオもバルセロナからまあそうですけども、はい、今シーズンはね、はい、プレースキックでリスタートです。ロナウド、一つフェイントを入れてエリベウトン、ゼリアス、ティファンジーニョ、ティファンジーニョ、ティファンジーニョ、エリベルトン。あとホイッスル、ファールです。ウェスレイのファール、途中出場、右のサイドバック、ラテラウジレートのポジション、ウェスレイ、エリベルトンに対してのバックチャージです。ゴレイルはパウロ・セザールです。ゴールキーパー、マルセリーヌ・カリオカ、狙えるポジションではありますが、飛び込んでのヘディングシュートの可能性が高いですね。そうですね、はい。おっとビットもう少し巻いていく感じだったんでしょうね。スパンジーニョ、ビットール、胸でトラップ、シュートまで持っていくか。ゼリアス、左足のセルジーニョゲット。同じパターンでしたね。同じです。1点目とゴール、ゴールソーゴールソーです。これまたシュートはいいですよね。そうですね、セルジーニョ。怒ってます。これはまたオフサイドに対しての主張だと思いますが、ゼリアスからそしてセルジーニョ、ゴールコリンチャンス。今のはオフサイドじゃないんじゃないか。そうですね、抗議に対してイエローカード、カルトン・アマレーリョ、誰ですか、リーダーでしょ。そうですね、ロナウドも抗議して、あとレッドカードですか。リーは前に出てて、それでまた文句言っちゃって2枚、今日2枚目という合わせ2枚のカルトン・ベルメーリョです。今のリプレイです。ゼリアスの切り返しからセルジーニョ、ya estaba adentro Serginio de este ángulo no se puede ver por lo menos
これでセルジーニョも安泰とそうですね、はい、とこですね。そうですね、これでまあこの次の試合も使ってもらえるぞと。そうですね、セルジーニョです、はい、こういう大一番で決めるか決められないかっていうのは非常に大きいですからね。そうですよね、特に若い選手にとっては大きいですよね、はい、自信にもなりますし、それからサポーターの信頼も勝ち得ていく。そうですね、人気にもつながっていくということですね。もう本当地獄から天国に登っちゃった感じですよね。そうですね、はい、ファーストハーフだけで引っ込められたらもうお前はバカかということでなっちゃいますよ、はいはいはい、78分のゲットでした。今日2ゴール目です。セルジーニョ2対0、きっちりしたマークをして、はい、フラメンゴの夢の3トップを封じ込めて、このセルジーニョのカウンターという感じ。そうですね、さあまたチャンスです。右スライディングタックル、ペナルティアの中です。ロナウドが狙い通りじゃないですか。そうですね、はい、ファーストハーフは面白いようにオフサイドトラップに引っかかったセルジーニョなんですが、まあ、エドアルド・アモリン何かアドバイスがあったんでしょうかね。そうですね、当然本人も分かってるでしょうしね、その辺は、そうですね、はい、エジムントもこんな後ろから走ってくるような選手ではありません。ゆっくりとボールマイボールでキープしています。コリンチャンス、アンジーニョです、いい形で回りますね。セルジーニョ、またセルジーニョミドルシュートレンジ、右が余っています。マルセリーノ、カリオカ、ラストパスを出します。ビットル中に入れてトゥパンジーニョ、惜しい。これで決まれば本当に万々歳でしたけどね、ビトルラストパス、ライディングシュート、トゥパンジーニョ、わずかにクロスタイミングの悪いビトルがいいボール出しましたからねそうですね、はい、確かにそうですね、正確性という面でビトルちょっとね欠けていたんで、不満を持っていたサポーターも多いんですが、まあでもゼリアスがあの前線の方にいるとそのゲームメイクもできるということですね。そうなんですよね、はい、本来ならソーザがね、やるようなポジションなんですが、はいはい、ソーザがなかなかこうちょっと怪我に弱いですね。弱いし、ちょっとなかなかポジションもらえないですよね、はい、そうですよね、この分でいくと、足がかかりました。ゼリアスが倒されました。マルセリーニョ、カリオカを前線に張らせちゃって、セルジーニョとツートップを組ませて、はい、それでソーザ、うん、エリベルトンであの中盤の2列目を組み立てるとそうですねいう形になるしかないでしょうね、はい、エズキエウです。エズキエウも長い故障から復帰して、この人はマントゥーマンのマークには強いですからね。そうなんです、小さいですけれどもね。でマルセリーニョ、パウリスタがやっと、はい、ベルナルドがセレッソ大阪行っちゃってボランチは俺だと思ったら取られちゃったですねそうですね、はい、だからマルセリーニョ、パウリスタもちょっとついてないってや、ね、ついてないですよね。ベルナルドにしたっていきなりバイエルンからやってきてしまいましたからね。そうなんですよね、でやはりやっぱり試合に出てないと、うん、リズムつかめないし、そうですよね、練習でいくら調子よくてもやはり難しいですよね、はい、そうですね、はい、さてフラメンゴもしかし熱狂的なサポーターがいます。このまま終わる、うっと、うわお、ポストかすっていったんじゃないでしょうか。ロドリーゴ、ロナウドにタッチして、あ、通っちゃってたらですね、感じですね、はい、ウェスレーコーナーです。ロングシュートレンジ、シュート弾き落とした、なおもキープ、ウェスレー放り込むか、中です、ロナウドン、はい、シュート、クロスよぎった、外れました、ロドリーゴ、
しかし、あの決定的な時になると3人の誰も絡んでないっていうのが、うん、コリンチャンにとってはありがたい、フラメンゴにとっては悔しいという。ただロドリゴはいいんじゃないですか。いいですね、マルシオコスタよりはるかに気が利いてますよね。はい、こういう辺難しいですよね、絶対いいだろうなと思って大多額の移籍金払って連れてきたはいいけれどもはまらないとかね、はい、ですね。マルシオ・コスタが下がってロドリーゴを入れた分、メイヤーオフェンシーバー的なポジションだったディジャイルがどちらかというとディフェンシーバーな形に下がってますね。はい、ロドリーゴの方が組み立てっていうかそのつなぎの部分では、うん、あの上だと思いますよね、能力的には。はい、シュービーニョ、ラテラウエスケルト、エリベウトン、ロマーリオ、それからゼエリアス、ハーフウェイライン上エリベウトンです。タッチライン沿いへのパス、シュービーニョ、ゼエリアス、シュービーニョ、シティボールですがロナウダウン、バックパス、パブロ・セザール、中盤は一進一退というところです。85分になります。残り試合時間5分です。2対0、コリンチャンスがリード。コリンチャンス初勝利なるでしょうか。そしてフラメンゴは3連敗なのか。ウェスレー放り込んだ、シュービーニョ追います、エジムンドです。何やっても受けますね今は大きく蹴り出しただけでもね、もうコリンチャンのファンとしてはもう 2-0、はい、そうですね、この時間帯、楽しくてしょうがないですよね。そうですよね、もう今日これで勝ってバーに行って酔っ払っちゃってました、日曜日だし最高っていう感じですよね。そうですね、はい、相手に当たってタッチラインです。普通あんなプレーブーイングもんですよね。そうですよね、だけど受けてますからね、高円ブーのお客さんです。ボールを返さないいいサポーターファビアーノが入れます。ジャンピングヘッド、ロマーリオ、落としたボール、誰から中に入れるか、ロドリーゴか、中に入れます、ロマーリオ、エジムンド、ロマーリオ、ロマーリオ1点を返しました。あ、今エジムンド、ロマーリオでしたよね。中に入れてエジムンド、ポストプレー残してロマーリオ、こういう一瞬この膝から下の振り切りはものすごく速いロマーリオ、ちょっとずっとアッチサイドで崩されてましたよね。そうでしたよね、ロドリーグ入ってからそうでしたよね、やられました。修正が、まあ、でも時間的に、はい、まあ、遅かったかなって感じですけどね、まあ、分かんないですよね。そうですね、はい、ちょっとあの形は怖いですね。コリンチャンスはこれで、まあ、守ってくる形に余計比重を置いてくるでしょう。サービーを落として前線に走ります。なんか、うん、バイスクルキック、サービを左に残します。左はロドリーゴがいます。尻切り込んでシュートもあります。あ、これが通ったら危なかった。まだルーズボール持っています。中に放り込んだトゥパンジーニョ、シュービーニョ、デジャイル、ファビアーノ、中盤です、ロドリーゴ、ゼリアス、トゥパンジーニョ、パンチーニョ、ここはもうボールキープですね。そうですね、はい、マルセリーニョ、カリオカ、ロナウダンがチェイシング、なんとか早くボールを奪い返そうという、このチェイシングに負けてちょっとパスが悪かった。ボールを取り返したフラメンゴ、主審もちょっと邪魔でしたね。そうでしたね、はい、ハーフウェイライン、エジムンドが縦にパスを出します。右に開いていきます。右のサイドバック、ラテラウジレート、ファビアーノ、中にボールを入れます。ビットールのクリア、しかしルーズボール、フラメンゴです。あー、ファールがありました。コリンチャンスのファール、エジムンドが倒されます。エズキエウですね、エズキエウ1枚もらってますから気をつけないと。そうですね、
ああいうところのさばきは本当に憎たらしいぐらいうまいですね。自分でね、パルメイラスから移籍してきましたエジムンド。パルメイラスですよね、リベルタドーレスに負けた理由をエジムンドのせいにしてますけどね。そうなんですか、はい、いろいろとね、まあ、物議を醸し出したし問題も起こしたし、カメラマン蹴っ飛ばしたりとかそうですね、ありましたね、はい、まあ、チームに与える影響も大きいですよね、そういう面だとね、プレッシャー、ハイプレッシャーになりますね。そうなんですよね、だそれ以上の活躍をね してれれば、はい、まあ、そういった部分は消えてくるもんなんですけれども、 PK 外しましたね、そういうのね悪いことばっかり思い出しますね。まあ、自分の場合はしょうがないですよね、そういうイメージでもうマスコミを見てますし、はい、そういうキャラクターですから、はいはい、ただフラメンゴからどこへ行くんでしょうね、今度。そうですね、もうフラメンゴでダメだとどうするんでしょうという、てかリオでダメなら行くとこないぜっていう、本人は J リーグに来たがってたみたいですけどもね。どこのチームが取るんで、あ、マルセリーニパウリスタですか。エズキエウが今のあれでちょっと傷んだんでしょうね、はい、なるほどね。直接狙います、ロナウドナイスセービング、ディシャイールのシュートでした。いいシュートでしたね、本当に見ましたね、はい、はい、今日一番いいシュートだったんじゃないですか、ディシャイール。そうですね、はい、コーナーです、巻いてくるボール、クリアします。ロナウドはしかし当たってますね。そうですね、一時チームを離れる発言もあって心配させましたけどもね。そうですね、もうコリンチャンスといえばロナウドみたいな部分も最近はありますもんね。シュート浮きました、エジムンド、らしかったですけどね、うん、ちょっとマークが そろそろほころんできたかなというところですね、うん、そうですね、残り試合時間も少なくなっていますが、得点は2対1です。コリンチャンスはセルジーニョ2ゴール、そしてフラメンゴはロマーリオです。これは何ですか、ムカサさん、ロナウドに対してレッドカード、暴言でしょうか。彼の場合はですね、1枚もらってるんですよね、2枚目というか、はい、ちょっと審では見られなかったんですけれども、これは遅延行為ということでイエローカードなんですよ、はい、それで2枚目のイエローカードということでレッドカードになったんですよね、はい、なるほどね。まあね、チームとしてはどうしてもこれ勝ちたいですから、ロナウドが遅延行為ギリギリのプレーというのはもちろんこれチームプレーなんですも、はい、厳しかったですね、ちょっとね、まあ、そうですね、まあ、ロナウド自体はですね、1枚目のイエローカードはちょっとおかしい、このプレーについては確かに遅延行為をやるつもりだったんだっていうふうに認めてるんですけどもね。そうですか、はい、キーパーは今ちょっと映りましたが、ウィルソンに変わるんですよね。そうですね、誰かだから外して、誰が外れる、まあ、前の方の選手だと思いますが、セルジーニョみたいですね。セルジーニョがとことこ歩いてますね、はい、今日2ゴールのヒーローなんですがね、まあ、2ゴール決めたんでお役御免とというところじゃないですか、はい、ゼッケン9番セルジーニョです。53分と78分にキャットしています。まあでもこういう感じで出たくはないでしょうね。そうですよね、囲まれますね、出せる選手がね、バックを外してっていうことはありえないですからね。スパンジーニも入れた、途中から入れた選手ですからね、ウィルソンもずっとね、はい、第2キーパーとしてそうですね、マック中を舐めてるっていうか、よく耐えてますよね。でも、はい、continúa llamando la atención a Ronaldo porque esperó a Wilson para saludarlo lógicamente para seguir enfriando ese perder. 早くボールにタッチしたいでしょうけれどもね。このキックは
ゼリアスかマルセリーヌか、ゼリアスですね。なんで点なんでしょうね。そうですね、まだ温まってないと、その辺かもしれないですね。いきなりですからね、相手キーパーまで行ってしまいました。もう試合時間はほとんどありません。2本のキックがワンタッチでそれぞれ相手キーパーに届き、今度はラインを割ってしまいました。なんか怒りますね、こういう試合だと。両チームとも1人ずつの退場者を出しました。まあ、しかしそんなにこう汚いプレーがたくさんあるというゲームではないですよね。ないですね、はい。コントロールされたゲームで、そうです、この今日の主審は非常にいいと思いますけどもね、はい。さあ、コリンチャス、こういう中盤を省略してきます。注意しなければいけません。フラメンゴはもうここはロングボールを放り込んでくるでしょう。そしてロングボール一発でゴールを決めることができるロマーリオ、エジムンド、そしてサービオがいます。ボールをプレースしたのがゼーリアス。あ、これも蹴りそうですね。ウォーミングアップしてませんでしたからね、全然準備なく入ったわけですから、まあ、その辺はこういう形になるんでしょうね。ちょっと時計を見たナルシオレゼンチジフレイタス、カンチーニョ、ディジャイール。さあ、速攻フラメンゴ、ボールキープ、いいチェイシングです。スローインを入れましたフラメンゴ。フラメンゴはボールを持っていると、なあ、そしてまだな試合が続いているのかというブーイング。シュートを打ちましたがディフェンダーにかかりました。ボールをキープした、おっとタイムアップです。ここでタイムアップ、2対1、コリンチャンス。このブラジル全国選手権1勝目はなんとリオの言うフラメンゴから挙げています。これはコリンチャンスのサポーターは満足できる内容だったんじゃないでしょうか。そうですね、今日の内容はそうですね、はいはい。両チームの内容について簡単に触れていただきたいと思います。ゴールはセルジーニョが2ゴール、そしてロマーリオが1ゴールです。2枚のレッドカードが出ています。さて、コリンチャンスから一言お願いします。今日は守備がやっぱり非常に良かったし、その中で特に光ったのがセルジーニョじゃないかなと思いますね。攻める方ではエリベウトンでしょうかね。そうですね、エリベウトンとセルジーニョが決めるところで決めてしまったと。そうですね、はい。一方のフラメンゴはどうでしょう。夢のアタックが全然機能してないし、はい、これだと、ま、なんかズルズルいっちゃいそうだなという気がしますよね、うん。そうですね、はい。一瞬このエジムンドからロマーリオというキラ抜きを見せたんですけれどもね、及ばずという感じでありました。コリンチャンスフラメンゴのゲーム、2対1コリンチャンスが勝利を収めたゲームをご覧いただきました。ご案内は向笠忠さんでした。どうもありがとうございました。どうも。ブラジル全国選手権はしばらくお休み、96年の再開をどうぞお楽しみに。